おじいちゃんは手ごろ学校ガリガリ感じていた。それは本当にそうだ。友果さんにとって音楽なんてどうでもいい。やっぱりその遊びを真剣にやりたいっていうことなんだなっていうふうに思いました。冬はバカキシンな。あれは友果はいつも生きるっていうことがバカキシンな。だからしっかり。春早く来てみろ。春早く来てみろ。このまま黙ってはいねえからな。店舗山は不均ざらすで人間の行くインターどこでね。やっぱり昔の遊女さんというのは先民だったです、うん、ね。田舎の貧しい漁村や農家の娘さんが、ね、親や幼い妹、うん、弟のために体を打ってきたんですよ、この遊郭は。この建物は意味があって物語があるんだと。そして天満宮にも行けます。日光の嫁も、ね、日光にも行けます。そして京都の三条大橋を渡って京都にも行けます。島田にも行けます。ここは赤穂浪士のお部屋で赤穂にも行けるんです。そして秋の岩島、ね、厳島神社、はい、広島にも行けるんです。だからこの建物は私はお客さん方に現代の小さな小さなテーマパークだと説明しています。テーマパーク、
人間発災ではないのか。テーブルにピストル